なんかまあ、ちょっとすごいんですよ。で、年明けからね、新しいサービスやろうと思って、サロンのメンバーの、こう、なんだろう、満足度を上げるために。僕、これめっちゃ良くないだから、直近でさ、M&A を検討してるような経営者いたら、これありだと思うんだよ。ぜひって感じですね。もうサロン内で完結できますからね。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はですね、サロンについて、ちょっと皆さんに共有というかですね、どんな感じなのかっていうのを、お話ししていきたいなと思ってます。今年始めたサロンですけど、なんかね、すごいっす。何がどうするかっていうと、3ヶ月経って、今、会員が70ちょっとぐらいいるんですけど、最初、将来、IPO を目指しますか、M&A しますかっていう軸で募集したんですけど、9割5分、将来、M&A 志向です。で、会員のメンバーの年齢も若いですね、20代前半から60代後半ぐらいまでいるんですけど、ボリュームゾーンは、まあ、30後半ぐらいかな。びっくりしたことで言うと、多分20代、26、7歳ぐらいで2桁億売却してたりとか、100億近い売却をされてたりとか、ドクターが3人ぐらいいらっしゃるとか、なんかまあ、ちょっとすごいんですよ。で、月に1回ね、皆さん集まっていただいて、セミナー、ゲスト、専門家と、売却で、やるセミナー。そこで最後交流会もあるんですよね。そのセミナーと、あと月に1回、ズームの質問会ですね。過去出演いただいた方に深掘りできるズーム会っていうのを月に1回やっています。どん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 今度増やしていきたいと思うんですけど、すごい感謝するか良かったですね。多分まだまだ改善するとこたくさんあるんですけど、どうなの？なんかいろいろなんかメンバーさんの声聞くじゃん。はいはいはい。ぶっちゃけこれ、嘘なし。盛り、ちょっとぐらいだと思っていいけど。嘘なしっていうか、まず大前提今70名いるんですけど、今月行われた人数40人参加してるって、アクティブ数がまずすごいなっていうところなんですよ。あ、セミナーね。はい。セミナーの参加者が40人すごいけど、東京都内じゃなくて、まあ、名古屋とか福岡とか大阪とかいろんなところから来てるっていう部分で、なんかそのビジネス交流じゃないですけど、なんかその東京都内だけじゃない人がすごい入ってるっていうのがまずすごいと思って。確かに。これは島袋さんに言ってなかったのが、サロン内でも出資が決まったんですよ。出資でしょ？出資？出資でしょ？まあいいや。そう。出資、あれ、サロン内で、出資してほしい人がいて、何かいるよね？出資してほしい人がいます。エンジェルにアプローチしたいですっていう人がサロンメンバー内でいて、その人がサロンメンバー内で出資が決まったってこと？そうなんで、それもすごいじゃないですか。すごいんですけど、そのサロンのその出資してもらった方が学生起業家なんですよ。そこでもう出会いが生まれてる、ビジネスにつながってるってのがすごくないですか？なんかちょっと反応薄いですけど。いや、すごいいいことだと思うよ。すごいめちゃね。くちゃいいことですよね。あともう一個あったのが、そのもうサロンにじゃあもう年会費もう払いますってドカンって来た方がいたんですけど、一発目のイベントでなんと300万円の案件受注したっていう。いや、なんかそれは、よくあるじゃん。そういうサロンコミュニティで、中でビジネス活性化していくっていうのは、すごくありがたいし、嬉しいんだけど、でも本来の趣旨は、将来 M&A をするために、コミュニティを作るとか、情報を集めるとか、知見を高めるっていうことなんで、なんだろう、メインじゃないけど嬉しい。サロン内でゴリゴリ営業されて、されるとすごく嫌だから、まあ、そういうやつがいたら、もうすぐ、なんつう、大会大会しますけど、あいつ、うっとうしみたいなやつがいたら大会しますけど、まあ、でも結果的にお互い両者ウィンウィンになって、商売が生まれるっていうのはすごくいいよね。まさにまさに、そこの課題同士がもう結構合致したっていうことだったんで、そこはいいなと思ったのと、さっきおっしゃってた目的の部分、最終的には M&A の、まあ、EXIT を目的とした、まあ周り仲間集めっていうところがあるんですけど、前回面白かったのが、その主催者がいないのに、クラブジャイアンサロンの木下さんが2次会3次会を主催して、もう10名前後、もう15名ぐらいで、もうみんなで2次会やってたんですよ。すごくないですか？知ってるよ。今月のね、東京でやったセミナーの後に、志保さん、この後なんかあるんですかって、タイからね、ジャイアンが来ていただいて、絶対懇親会やった方がいいですって言われたんですけど、僕は本当ね、そういう飲みが苦手なんですよ。だから、まだやるってないんですよねって、かつ俺、バトルミリオネア出るから、練習したかったの、キックボクシングの、俺の。だから、いけないっす、じゃあ、ジャイアンさん、二次会お願いしますって言ったら、幹事、ジャイアンがやってくれて、若手の起業家中心に、なんか、新橋行ってましたよ。出ましたね。ありがたい。結構盛り上がってました。
そんな感じで本当すごいんですよ、盛り上がりが。そう思うのが専門家枠も結構すごいなと思ってて、はい、M&A に強い弁護士の先生を2人紹介してるし、その売却した後の資産運用の相談できる人とか、海外移住できるような税理士さんとか、そういう人っていないじゃないですか。あ、いるけどなかなかつながらないじゃないですか。だから詐欺に遭う方が、ね、中にはいらっしゃるっていうことですもんね。その出会えなくて詐欺というか、まあだからそのいいパートナーが巡り会え、なんか効率的に巡り会えるっていうのはすごくいいなというふうに思います。でね、あの年明けからね、あの新しいサービスをやろうと思って、サロンのメンバーのこう、なんていうの、満足度を上げるために、うん、あの9割方将来売却を考えてる人だと思うんです。あ、もしくは売却に対する知識を養いたいっていう人だと思うんで、サロン内での M&A の手数料0円にしようと思ってて、でサロンのメンバー同士じゃなくて、福住くんが隔週で解決なり得るような 2,300 社の、まあ、上場企業ファンドだったり、まあ、未上場でもいいんですけれども、こういう案件がを買いたいですっていう、はい、その案件情報をヒアリングしてサロンメンバーには案内してほしいんですね。どんどんお願いします、はい、例えば〇〇っていう会社はできれば1年以内もしくは半年以内に、人数規模でいくと30名ぐらいで、年商10億円ぐらいのウェブマーケティング会社、利益は問わないっていうのを欲してます。で、マルチプルもだいたい利益の何倍ぐらいがスコープですと。で、希望としては社長が残っていただきたいとか、でもそこは交渉かですみたいな、買収側の情報をまとめたものを各種で流していこうと思って、でじゃあそのサロンメンバーはそれを見て、あ、うちの会社ってもしかしてあの企業欲しがるかもしれないな、であそこだったらちょっと、グループにしていいな、売却していいなってなった場合は、うん、もう直接その買い手さんとおつなぎしますので、手数料はもちろん両者0円0円かかりません。もう自分でやってください。我々はマッチングだけします。例えば弁護士とかね、M&A に強い弁護士とかアドバイザーとかはもうサロン内にたくさんいますので、自身でつながって相談してみてくださいという感じですね。僕これめっちゃ良くない？だから直近でさ、 M&A を検討してるような経営者いたら俺ありだと思うんだよね。ぜひって感じですね。もうサロン内で完結できますからね、うん、あ、そう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 、はい、じゃあ、サロン今70名ぐらいいますけど、まだまだちょっと増やせそう、キャパがありそうなので、サロンの募集動画でした。はい、興味ある方は概要欄貼ってますんで、ぜひ連絡ください。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。M&A バンクでサロンを始めます。本気で IPO を目指す人、将来売却を目指す人、まずは限定50名で始めたいと思います。興味ある方は概要欄から。